さあ、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。オチピーチャンネルでございます。さあ、本日私どちらに来ているかと申しますと、じゃじゃん、怖いですね、芦ノ牧、周辺にあります秘境に来ております。これはすごい。まあというより、実を言いますと、この上に通っている道路が国道121号線でして、こちら方面が芦ノ牧温泉街になります。その途中にね、この121号線通ってると、左側にこの岩盤が見える、岩盤でいいですかね、その岩が見えるところがね、あるんです、見えるんです。そこの121号線から一つ下がったところにね、来てみました。いつもね、僕ここ通るたびに、あそこなんだろうなと思って、ここですね、ここ気になってたんですけども、こうなってたんですね。なかなかね、この下まで降りませんから、今日はちょっと感動したので、降り立ってみたいなと思いました。すごいな、こうやってね、見てるのも怖いですね。魚いるかな、でもいそうだな、これは絶対いるな。いいですよね、なんかこういうところで釣りとかしたら心洗われますよね。逆側もね、見てみましょう。逆側もすごい。だってこの岩なんか、これ一枚岩じゃないですか。でかいなぁ。いいですね、自然。自然っていいですね。心が洗われますね。で、魚はね、大体こうやってこの流れのたまりなんかにね、魚が集まりやすくなってます。魚もね、やっぱり酸素が必要ですから、こういうところで循環されて、できた気泡が、水中に溶け込んで、その酸素を摂取して呼吸する、魚が呼吸、まあエラ呼吸ですよね、するといったところがありますので、こういった流れだまり、そうですね、なんかがいいんじゃないかなと思います。まあここはちょっとね、流れが急すぎてどうなのかなといったところありますけれどもね、いいですね、一回こういうところで釣りしてみたいな。なんかあの辺なんかね、こう、いやでも降りられないか、あれなんかトコトコ降りて釣りできそうな感じしますけどね。まあただね、あのこっから降りる、どうやって降りるんだろう、降りられないか。なんかね、こういう釣りができるところで大体ね、こう釣り人が来て汚すんですけど、あの全然ゴミとか落ちてないところを見ると、釣りするところじゃないのかなそんな感じもありますね。で、観光地なんかだとこういうね、この道路沿いにゴミが落ちてたりするんですけども、ほとんどね、こう見た感じゴミが落ちてないです。なのでここはね、おそらく観光地ではないんですね、当たり前ですけど。すごい。多分私今このピンマイクつけて話してるんですけど、このピンマイクがなければね、もうね、川の音でもう全部ね、この私の言ってることなんか消されちゃってんじゃないかなと思います。いいですね、自然豊かです。本当何気なく来てみるのがね、すごくいいと思いますよ。皆さんぜひね、都会の喧騒に疲れた、仕事に疲れた、友人関係に疲れた、そんな時はね、ぜひこうやって自然に触れて、マイナスイオンしっかり摂取して、また新たなね、一日を送ってみたらいいんじゃないかなと思います。で、先日ですね、友達のダンサーのヒデ君とお話しした時に、まあ彼の踊りも見て、僕もこう2人でこう一緒にセッションしたりしてみたんですね。その時にやっぱり話になったのは、やっぱりね、楽しまなきゃダメですよ皆さん。ダンス楽しいじゃないですか。その中で、まあバトルとか全然いいと思うんですけど、やっぱりその中でもただ習うだけじゃなくて、ダンス実際に踊ってみるのがね、一番大事なんだなと思いました。で、ダンス2人でこう曲、まあゆっくりした曲かけながら、速い曲、スローな曲、いろいろ織り交ぜながら2人でこうダンスし合ったんですね。そうするとやっぱりこうお互いリラックスした状態で踊るから、すごくいいもの、いい踊り出るんですよ。いや、特にね、ヒデ君の踊りはかっこよかった、最高でしたね。あれはね、お金払って見るもんですよ、本当に。
で僕もね負けじとねいっぱい、まあ、頑張って踊ったんですが、やっぱり実力の違いは出ますよね。でもねやっぱりこう彼のいい踊り見てすごくね心洗われて、またね明日からダンス頑張ろうと思った次第でした。やっぱり彼はずっとこの楽しみながらダンスをしてるんですよね。すごくその踊りがすごく良くて、やっぱりねダンス楽しまなきゃダメだなと。でまあ秀君とその話してる時に、どうして秀君そんないい踊り出るんだと話したら、まあまあ、僕が聞いてみたんですね。そしたらいやいやいや、まあ彼は僕ゆうちゃんって言うんですけど、ゆうちゃんと一緒にいてこうやって楽しい踊り楽しく、そしてリラックスできるからこんないい踊りが出るんだよ、でゆうちゃんといると楽しいからこんないい踊りが出るんだというのを言ってくれました。非常に嬉しかったです。でお互いにそうやって高め合えばもっといい踊りできるんじゃないかみたいな話をしたんですね。でその時にやっぱり、でもやっぱり楽しんで踊んなきゃダメだよねっていう話に、ね、落ち着きました。ダンスやってる中で楽しいこと、ね、嬉しいこと、悲しいこと、ね、いっぱいあると思うんですけども、やっぱりその中でも楽しんで踊るっていうのがね一番大事なんじゃないかなと再認識させられました。どんなとこでもいいんですよ、どんなとこでもいいんですけども、やはりただ習うだけ、ただ教わって踊るだけじゃなくて、楽しんでぜひ心許し合える人と一緒にダンスを踊ってみてはいかがでしょうか。きっとねいいダンス生まれると思います。そのいいダンスこそが人に感動を与えて、そしてダンスがますます発展していくんじゃないかなと思いました。ぜひね何かダンスに行き詰まった方、この動画を見てねなんかちょっとでもああそうなんだと思って見た方はね、気の合う仲間、気の合う友達、そして気の合うダンサーと共にダンスセッションしてみてください。振り付けの曲、習った曲ばっかりじゃなくて、フリースタイルでね踊ってみるのがやっぱりね一番いいんじゃないかなと思います。振り付けはあくまで振り付けですから、誰かが作ったものですよね。そうでもなく、まあそれもいいとは思いますけども、でもそれ以上にやっぱり自分の中から湧き出る感情、湧き出る考え、そういうものをダンスにしていくのが、なんか一番いいんじゃないかなと思いました、ね、まあお前が言うなって感じもありますけど、なんかそんなね感じですごく心洗われた一日だったので、そしてこの自然豊かな風景を見て、そしてマイナスイオンを吸収して、なんかちょっと話してみたくなったので、こんな感じでダラダラと話してみました。皆さんねぜひ行き詰まったらこういう自然に触れて、気の合う仲間、気の合う友達、気の合うダンサーと共にダンスセッションしてみてください。きっといいダンス生まれます。そしてそれがあなたのパワーになって、また明日から生きていくエネルギーになると思います。僕もまた頑張ります、ね、またお会いしましょう。オーチビーチャンネルでした。バイバイ。